さか幸せなんて言わないで、その手に乗らない。コーヒータイム、今日は澤田研二さんのニューアルバムストリッパーからフォクシーフォックスでスタートしました、そして、お客様に澤田研二さんをお迎えしてお送りしています、はい、今日は、4日目になりました。今日も楽しいお話をまず最初に、1曲目に流れました、はい、フォクシーフォックス、はい、これどういうような意味なんですか。あのフォクシーレイディっていうのはよく聞くんですけれど、フォクシーフォックス、要するにキツネのようなキツネっていうような、そういう、まあ、直訳するとそんな感じでしょ、キツネの中のキツネっていうようなそういう感じもするんだけど、でもあのフォクシーレイディの場合には、うん、あのセクシーという、あ、セクシーだっ形容詞なんですよね、うん、フォクシーセクシーと同じなんですけれど、うん、まあまあ、しかしフォクシーっていうとすぐスーザン・アントンをするんでフォクシーって出てくるんですが、どういうところがフォクシーでしょうか。ねえ、まあ、あの人自分で歌ってるからなんとなくそういう感じがするんですけども、でもあの一度テレビでね、あの日本のテレビに出てる時に見たことがあるんだけど、あの人が歌ってて、あの顔をずっと上上げていってね、で、あーってなんか、なんだ、なんか言った時に口のね、中まで見えたの、その歯並びが、上の歯の歯並びがガバッとこう、それがね、なんともその動物的でね、うわー、やっぱり違うのかなと思った日本人と違うのかなと思ったりしましたけどね、それはなんともワイルドで、うんうん、セクシーな感じがします。魅力的ですか、というかね、こう触ってみたいっていう感じになりますね、歯の中をなんて言うんだろう、やっぱりなんていうんですか、こう、セクシーだなと思うとね、やっぱり触れてみたいと思うのはね、やっぱり自然だと僕は思うんですけど、まあ、それから先をそれを実行するかどうかっていうのは理性もあるしですね、まあそれは別といたしまして、やっぱりそう思うんだけど、まあ、あの女性、男性が女性を好きなタイプというのは、まあ、いろんなタイプをお一人持ってらっしゃると思うんですけれど、 それと別にまたセクシーでいいなという、なんとなくワイルドでいいなというタイプと別に取っといてるのかもしれませんね。そうですね、で僕はね、やっぱりタイプっていうのがないですよ。あ、そうですか。あんまり、まあ、例えば過去にね、いろんな人を好きになったのをこうずっと見てみると、そういう系列がないんですよ。タイプがない、全部違うっていう。あ、そうですか、だから僕が好きになればそうなんだという感じでね、で逆にまたなんていうのかな、僕のことを好きだと思ってくれることがやっぱりすごい自分がその人に対してセクシーに感じられるというかね、これはあのなんかわけのわからんようなことだけど、そうだと思うのよね。であんまり、まあよっぽどね、自分が嫌いな人だとかって、そういう人に好きだと言われてもそれはセクシーだとは思わないかもしれないけど、まあ憎からず思ってる人からね、あなたのこと好きだと言われると、やっぱりそれはすごいセクシーな気分になりますよ。
まあ、逆にその冷たくあしらわれるのがすごいセクシーだっていう人もいるかもしれないけど、うん、 そうですね、それはちょっと変態ではないかと思います。逆が好きな方もいらっしゃいますね。いろいろいらっしゃるようですけど、うん、若い女性、うん、というのかしら、うん、ともうある程度マチュアな女性と、うん、まあ、自分を基準にして年下か年上かとかね、うん、そういう点ではどうですか、どちらでも、うん、別にね、うん、だんだん、まあ、なんていうんでしょう、僕も人並みなところがあってですね、やっぱり32っていうともう中年にどんどん入っていくわけでしょ、うん、そうなるとやっぱりそのセーラー服の人を見てね、わなんて思ったりするとかよね。それはないことはないですけどね、うんうん、なんかでも例えば、まあ、自分たちがこういう仕事をしてる、まあ、テレビ局とかそういうところでね、まあ、いろんなインタビューの中でいくつですかって聞かれた16と僕は32って半分なわけでしょ、うん、そうですね、三原純子さんとかっていうようなそういう人でも、うん、僕の半分となるとこれはすごいショックですね、うんうん、だからそういうなんて言うんだろう、こうセクシーな思いをする対象には絶対ならないですね、うん、半分と思うとね、あちゃーと思ってね、急にちょっと惨めになりますよ。あ、そうですか。それでは、この辺で、次の曲を聴きたいと思います、はい、ニューアルバムストリッパーからテーブル4の女。一言小人言うために今日もテーブルフォーに座って窓際の席ぐるぐるに煙る街の角ついでに風呂あるタバコの煙あの子の周りうろうろするのさ言葉で出かけた
からテーブル4の女を聞いていただきました、ところで澤田さんが、はい、まあいろいろ恋愛をしてらっしゃったと思うんですよね、うん、まあ、うん、いろいろございますがございますでしょうけれど、あの男性と女性の間に、うん、なんとかしかね、常に、大事にしなくちゃいけないことって何か一つあります？うん、そうね、まあ、うん、よくね、あのそういう男女間の問題にあの第三者を入れるのが好きな人がいるでしょう、うん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 、僕はそういうのは絶対あのマイナス面の方が多いと思うのね。であくまでも、まあ、グループで、まあ、友達とかってそういうものは別だけど、そういう恋愛関係になったら第三者が入ることによってその直接気持ちがストレートに通じないで、うん、っていうことがよくあると思うね、うん、でいらんおせっかいもされるだろうし、でまあ、やきもち焼かれて邪魔もされるだろうしっていういろんなことを考えるとね、うん、だから、まあ、例えばあんまうまくいってないっていうのでこう相談するとかっていう、第三者に相談するとかっていうことはよくあるようだけど、僕はあくまでも2人の問題としてね、うん、そういうことは絶対解決するべきだし、うん、でその、まあ、2人の間には絶対悪意とか、うん、そういう持ってはいけない感情っていうのは絶対持ってはいけないというルールがあればね、うん、であくまでも良くしようということで、もうより良くなればいいという気持ちがあれば絶対二人で解決すべきだと思うね、うんうん、もう別れるにしろそれを続けるにしろ、うん、で、なんとなくこう今は幸せじゃないと思ってるならそれを幸せだなとこう思えるように二人で努力することをねやっぱり考えるべきだと思うけど、よくなんか第三者を入れてっていうか、うん、まあ、親に相談したり友達に相談したりってそういうのってのは一番良くないことじゃないかなと思うね。澤田さんご自身、うん、まあ、その10代の時から、うん、だから失敗したことっていうのは必ずそういう第三者が入ってたりとか、うん、あとはなんていうのこういい格好をするっていうのでね、うんうんうん、だから僕と付き合ってるとこの子はダメになるとか、うんうんうん、逆に私と付き合ってるとあんたはダメになるとかっていう言い方はあるわね、うん、でそんなに相手のことを思うならその例えば僕にとっての一番素晴らしい女性になってくれればいいと思うわけよ、うん、僕は、ね、で僕もそうだと思うわけ、うん、君は僕と一緒にいると不幸になるよという例えばね、うん、メロドラマの筋みたいなそういうのがあるとしたらね、うんうん、それだけは本当に相手のことを思うなら僕が君にとって一番もう本当に最高の男性になってやればいいと思うんだけど、うん、それをなんとなくこれは別れる方が君にとっては幸せだと、うん、こういうのは一番ナンセンスだと僕は思うけどね、うん、だからそういう風にやった時ってのは全部やっぱり別れますよ、はあ、じゃあそうじゃなくて、うん、やっぱりもうお前逃げるなとかね絶対そのお前逃げる気かとかっていう相手を何ちゅうのこう罵っても何しても、うん、絶対にその逃がさんっていうのともちろん自分からは逃げないっていう、うん、そういう気持ちさえあれば絶対ねちゃんと行くはずやと僕は思うね、うん、だからそこに変にこうプライドとかもう嫌なプライドとかね、うん、だから自分からその、まあ、例えば僕は君にとってその本当にまあ冷静に考えても君にとってふさわしくないと思える時だってあると思う、だからその時にも、うん、なんていうのこう綺麗事で相手に伝えるんじゃなくて、うん、僕は失格だと僕は負けたって敗北宣言もう負けた時はごめんなさいと言える人間でないとやっぱいかんと思うね、うん、でもそれだけ自分に自信がないと、うん、自信がないといけないし、うん、でいけないと思った時にはいけなかったと分かる人じゃないといかんよねと思うけど、うん、あの澤田さんご自身、失敗してしまった時、うん、そういう時にあのあくまでも僕には自信があるから、うん、ついてこいっていう、うん、そういう態度をお取りになってました。だからあの僕は結婚したでしょ、うん、だから結婚したっていうのはそういうことでしてると思うよね、うん、今もついてると思う、うん、だからそれまでのものっていうのはやっぱり例えば、うん、俺と一緒にいるとあかんようになるよ
ってのはいい格好でこうやっぱりそうなるわけよね、うん、ちゃんと本当に結局無責任なんですよね、うん、やっぱり自分についての責任と同じように相手に対する責任っていうのを感じたらそういう綺麗事は言うてられんと僕は思うよね、うんうん、そうですね、うん、でもそれにまあ失敗もせんとそうですね、失敗もしないとわからない、うんうん、そうですか。それでは、そろそろ時間が来てしまいましたけれど、プレゼントのお知らせです。それでは、今日最後の曲ですけれど、はい、アルバム TOKIO から、はい、捨て台詞を聞きながらお別れしたいと思います、はいはい、明日もよろしくお願いします、はい、じゃあな。あんたの顔なんか見たくないよと酔った目をしてお前は叫んだ。ざわめく酒場のそのど真ん中、涙ボロボロこぼれていたよ。黙ってしまえばそれで済むの。聞こえよがしにおいらは答えた。男にくだまれ羽ばずれ女、おとといおいでと叫吧。